伊藤ちゃんがレシートを発行してるよ。ガビガビ解像度コラボ二刀夢野さん、Facebook でも、あ、Facebook でも爆買いレシートを発行。なんかボケなんやけど、ボケボケで何も見えへんだけど、ちょっと見てみよう。何にも見えへん、何にも読めへん。俺が老眼とかじゃなくて何にも読めへん、マジで。あー、こういうことか。なんだこりゃ。これですよ、読めねえ、何にも読めません。なん、こんな文章どうやったら書けんの。何にも見えへんで、これすげえな。ライターにはなれへんか、この人。文章が下手すぎてよ、このワンセンテンスも読めへんからな。なんだこれ。この拡大してても何が書いてるか分からんからな。ガビガビ解像度ってそういうことか。うわうわ、一応これあんやん、これ、ここまで。ほら、長っ。まだまだある。何が書いてるか全然分からへんけど、すげえ。こんな文章よく書けんな。狂ってる。ほんまにな。狂ってる。あんな長文よく書けるわ。これ二刀さんで長すぎて、もう誰かすら確認できない。前々から思ってるけど、この二刀って人は結構本気でメンタル的にちょっとやばいんじゃない？やばいやつだらけやで。フェミニスタはメンタルやばいやつだらけやで。ぶっちゃけやばいやつだらけやで。言葉の受け止め方とか物事の認識とか自分のやることなすことが絶対的正義で、異論は一切受け付けない姿勢とか。これ携帯でちまちま打ってるとしたら笑ってしまう。レシート出すのはそこじゃない。ほんまや。お前は領収書を出せ。うまいこと言うな、ほんま。こんなレシートじゃなくて、領収書を出してこい。